ってる。おいしい。オクラもちょっとピリ辛ですけど、油断して食べてると時々ね、あの青唐辛子が入ってるんで気をつけなきゃいけません。もう辛さで他のものも味が分かんなくなっちゃうんでね、唐辛子直食いだけは避けつつ、美味しく楽しんでいきます。料理は本当に美味しい。基本辛いカレーが多いですけど、なんで辛いのが苦手な人はね、ちょっとスリランカのカレー大変かもしれませんね。さあ、またまた電車です。ご覧の通り3号車に乗ってしまいました。おそらく外国人はあの2号車以上じゃないと多分チケット取れないですね。なんか3号車とか安い、ローカルの車両は、まあ、本当にローカルな人向けということで、外国人は無条件2号車の値段を、要求されます。ついにヒッカドゥアのビーチに着きました。いやーこれがインドよ。早速入ってみたいと思います。まあ見た目そこまでジャングルっぽくないんですけど、やっぱり南国っていうのもあって、オオトカゲ、コトカゲが朝からスイミングしてるっていう、ジャングルの散歩はもうちょっとしたサファリみたいな感じですね。ウミガメと泳ぐことができました。ちっちゃいウミガメでしたけど、一緒にプカプカと泳ぎましたね。そしてこの大群の魚たち、本当足がつく場所でたくさんの魚たちに囲まれて泳げるので、一緒に泳ぐことができるので、これはすごいすごい。ヒッカドゥアビーチ最高でした。念願だったウミガメと、毎朝泳ぐことができました。あとはかなり浅瀬に魚がたくさんいて、あの色とりどりの魚たちが本当に群れているんで、泳ぎに自信がない人も十分に綺麗な海を楽しめますし、綺麗な魚たちと泳ぐことができます。まあサンゴ礁があるエリアで、そんな遠くにあるわけじゃなくて本当に近場にあるのと、あとは毎朝のようにウミガメがやってくるスポットがあるので、
まあ、かなりの高確率でウミガメに会うことができます。透明度も高いですし、ウツボとかもそうですし、ウニとかちょっと危ないそういう生物は近くにこういない感じなんで全く見ませんね。安心かつ楽しめる、そんなビーチです。ウミガメ保護センター、ここはヒッカグアの、駅からです。2駅か3駅バスで、来たところです。入場料は、500ルピーです。それでは早速見てみましょうか。いる、おー、ちょっとふふ味があるな。すごい。おとなしくしてる。これが2、3週間、卵からかえて2、3週間ですね。このようなウミガメを保護する施設がヒッカドア周辺にいくつかあるようです。まあ、たくさんですね、自然に帰ってもらって、自然の海でまた再会したいなと思いますね。